クラマゴケは、日陰のカズラ植物門、岩ひカイワひバ族に含まれるシダ植物である。禁煙種に、姿の、よく似た種が多く、クラマゴケという名称はそれらの総称としても使われる。細い茎で地上をい、そこに、細かな葉がついている小型のシダ植物で、苔植物に似ている。禁止種には、部分的に立ち上がるものもある。常緑の多年草で地をい、地を 小さな集団を作る。茎は細くて緑色で、長く伸びてまばらに分子する主茎と、短くてよく分子する側子に分かれる。どちらにも臨片状の葉をつけ、主茎の方がまばらである。主茎は長いものは30センチメートルにもなり、地表に密着して伸びる。側子は数回分子し、少し斜めに立つ。主茎からは多数のタンネ体が出る。タンネ体は、 茎から出てまっすぐに下に伸び、土に触れるとそこから根を出す。葉には二つの形がある。茎の背面には、セバと呼ばれる狭い葉が二列に並んで、茎に密着して付き、茎の側面には、ハラバと呼ばれるやや幅広い卵型の葉が左右交互に横に広がってつく。クラマゴケの特徴として、セバの縁に虚子がある。放射能は、側系の先端に集まって、はっきりした。 方子脳法を作るが、外見的にはそれほど目立つものではない。個々の方子脳は、休憩で葉の基部の上側につく。葉は、方子脳を覆うようになる。禁煙種にはこの方子用に二なりを示すものもあるが、本種ではすべて同型である。方子には中に、多数の小さい方子を含む、小方子脳と4個の大きな方子の実を含む、大方子脳がある。三輪の輪下の地表に生える。 林園部で見かけることも多い。小さな集団を作る。日本ではほぼ全土に生育し、比較的普通種であるが、北海道や琉球では稀である。朝鮮以南の東アジアから東南アジアにかけて分布し、地域的な変異も知られている。そのために本のものを別種とする判断もあるが、不明な点が多い。和名のクラマゴケは、漢字で表記するとクラマゴケで、京都のクラマ山に由来する。 時に栽培されることがある。単体での干渉価値には乏しいが、土の表面を覆うのに苔を育てるのと同じに、ただし普通の苔より枝葉がはっきりしていて、模様のようになるところが面白い。栽培は難しくない。禁煙種には、コンケリクラマゴケ S、アンジノタスプリングのように栽培目的で日本に輸入されたものもある。岩ヒバ族には世界で800種があり、 日本では17種が知られる。いずれも細い茎の。しかし多くのものは横に張って広がる。形の、歩食性の線体類に似た姿で、雰囲気はいずれもよく似ている。これに類する日本の普通種には次のようなものがある。他に、鉱山帯や寒冷地を中心に、エゾノヒメクラマゴケ S、ヘルベッティカリンクがある。分布の主体が熱帯域であるだけに、南西諸島には、 種類が多く、アマミクラマゴケ S、リンバータ・アルストン、コケカタヒバエスレプタフラ・ベーカー、ヒメムカデクラマゴケ S、ラッチアンシスコズ、オニクラマゴケ S、ドーダーラニー・ヒエロンなどがある。特にオニクラマゴケは茎が立ち上がって、一般のシダ類の葉のような姿となる。観賞用に、日本で栽培されているコンテリクラマゴケは、時に一出して、野外で見られることがある。 鬼マゴケのように立ち上がり、その葉に青っぽい光沢があるのが特徴で、和名はコンテリクラマコケの意である。ありがとうございます。